YouTube をご覧の皆様こんにちは、ワイパーの鈴木です。はい、久しぶりの海外入荷をやってきました。今回ですね、私鈴木と中村が後から合流するんですが、今回はですね、ヨーロッパの買い付けで行ったフランス編とイタリア編、まあ、そちらのですね2社で購入したアイテムがですねこちら届いております。とりあえず今回はですね、第3の新倉庫の方で荷受けをして、今こちらあるので、これをですねちょっと一回外に出して開封していきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、まずはですねフランスからの買い付けのアイテムです。こちらですね、これは見覚えがあります。結構その時はですね、いろんな軍のブランケット、こんな感じの、はい、こちらですね、開けていきたいと思います。これがですね、結構いろんな軍のブランケットがランダムで入っていたんですけど、はい、結構大きいですね。はい、こういった形で、フランス軍のブランケットですね、入荷しております。こういった刺繍が可愛いですね。結構大判です。このさらに倍、こんぐらい大きいですね。かなりウールのがっしりとした質感が特徴の、ヘビーなブランケットですね。インテリアに非常に映えるようなアイテムですので、おすすめになってます。はい、で、このブランケットに続いてこちらもフランス軍からですね、はい、CCE のデザートカモの、これは F2 ジャケットかな、はい、こちらですね。このデザートのパターンがですね、結構大判のカモフラで爽やかに着れるようなアイテムだと思います。春先のジャケットにいいかもしれないですね。はい、続いてこちらですね、はい、このサーモンピンクというか薄い感じの色目、特徴的ですね。ちょっと開けていきたいと思います。はい、こちらですね、この背面のベルトがついている、ギリシャ軍のスリーピングシャツになります。この薄いピンクがいいんですよね。でしかもこれ結構背面のここ縫い目がですね、耳使いになっています。贅沢ですね。この昔のならではの製法になってます。ユニークなアイテムですので、お好きな方いいんじゃないでしょうか。おすすめです。はい、でこのギリシャの下からですね、こちらもこれ、はい、この分かりますか、あのフランスのリネンのショーツ、ああいうのの色目に近いですね。こちらフランス軍のデニムパンツになっております。このカラーいいですよね。こんな感じ、デニムといえばあのイタリア軍のファイブポケットとかヨーロッパのアイテムでは有名だと思うんですけど、これはこれでまた違った雰囲気、一見デニムっぽくないんですけど、このようなですね、はい、綺麗なカラーのデニムパンツになっております。こうタックが入ってサイドのスリットのポケットに、背面はバックポケットと、基本的なディテールは抑えているので使いやすいアイテムだと思います。はい、これはですね結構面白いアイテムだと思います。なんと、はい、こちらです。2つ目ちょっと、はい、じゃじゃんと、どうですかこれ、こんな感じのっていうのも、これですね実はあの実物じゃないんですけど、こうフランス軍のですね生地を使ったリメイクのバッグになります。はい、こういった形で、はい、パラシュートバッグっぽいような要素がある、トートバッグ、これですね実はあのフランス行った時にですね、中村がえらく気に入って、そこの業者の方がですね、あの君にあげるよって1個プレゼントでもらってたんですよ。なので中村も結構これ普段から愛用しているんですけど、結構これあのリメイクとはいえある程度まとまった数量あるのでおすすめになってます。こんな感じ。はい、続いてこちらです。これはなかなかこうヴィンテージ感の強いウールの素材が特徴になってます。よいしょ、じゃじゃんと、はい、これですね買い付けした際も動画でご紹介したと思うんですが、フランス海軍ですね、こう今話題のこうマリンロワイヤルが人気だと思うんですが、フランス海軍の、ウールのトラウザーになります。でこの海軍のパンツって結構特徴的なのがこちら、はい、でこちらなんですよ。こうペロンってこう前がこんな感じでですね、こう閉じるようなデザインになってるんですよ。でこれこの別にフランス海軍だけに関わらず、結構あの海軍のパンツとしてはよくあるディテールなんですけど、こういった形で、フランス軍のですね、かなり年代としてはどれぐらいなのかな、生地感としてもかなりヘビーで重厚な生地感になっていて、でかつそういった海軍のですね軍服のデザインを踏襲したパンツとなっていますので、フランス海軍今結構人気だと思うので、はい、こちら気になっている方おすすめのアイテムになってます。はい、ブランケットをどかしたらですね、続いてこちら入ってきました。これは覚えてますよ。はい、こちらフリース素材の、ジレベストですね。はい、こちら
まあ、この森林警備隊、まあ、ハンティングのユニフォームとして着用していたというふうに言われています。まあ、それのフランスバージョンですね。まあ、こういった形でフランスの森林警備隊の方がインナーに着用していたと思われるベストになります。可愛いですよね。でしかもこのフリース素材なので、うん、気軽に着れそうな感じがします。そしてさらにこいつをですね掘っていくと、じゃんと、これもなんだかんだ久しぶりじゃないですか。はい、フランスの M47 のジャケットですね。はい、しかも前期モデルで紙タグがついてて、はい、こんな感じ。これで49か、まあ、結構大きめですね。まあ、デッドストックでの入荷は久しぶりだと思うので、まあ、なんだかんだ探している方多いアイテムだと思います。まあ、パンツに比べるとまだ手に入りやすいかなとは思うんですけど、まあ、これも徐々に少なくなってきているので、はい、おすすめのフィールドジャケットになってます。はい、またまたフランス軍たくさん入ってます。こちらはですね確か、フランス海軍だったかな、フランス軍の、こちらファー付きのですね取り外し可能なファーがついた、裏ボアの中綿キルティングのジャケットですね。はい、まあ、おそらくは、海軍のデッキなどで着るような、まあ、現代版デッキコートというような位置づけだと思います。こちらですね。はい、こんな感じ。さらに、他にもこれは以前もうち取り扱いあったんですが、フランスの海軍ですね、海軍のジャケット、このドーム型の怒りのボタンが特徴です。そしてこちらも人気ですね。じゃんと、はい、7、はい、1桁ということはこちら M52、 実物のフランス軍の M52 の血のショーツ、これはユーズドですね。はい、まあ、夏場はですねかなり重宝するようなショーツだと思います。まあ、7って結構ウエスト大きいんで、まあ、サイズが合う方はいいんじゃないでしょうか。うん、結構今のところ7が多いですね。そしてまだありますよ、こちら、これは覚えてます。フランス軍のリネンのコート、はい、どうですか、すごいこのヴィンテージっぽいようなこの生の木綿の生地が特徴のリネン紺のこういう感じのコートですね。用途としてはこのメディカルとかホスピタルとかって言われてるみたいですけど、まあ、本当にまあこのガウン感覚で着るような、うん、こういうようなナチュラルな素材感のコートになってます。これ女性にもおすすめかもしれないですね。そしてまだあります。はい、これはですねこれ自分が見つけたんですよ。フランスの倉庫に行った時にめちゃめちゃ状態のいいパラシュートバッグがあるって言って、はい、じゃじゃんと、これおそらくデッドストックです。まあ、これ中村だったりとかも普段から愛用しているこのパラシュートバッグですね。はい、こちら完璧にこのステンシルも未使用品の状態、めちゃくちゃ綺麗です。これですね。で、こんな感じでファスナーもしっかりと最初の状態のままになっております。まあ、これに関してはですね結構在庫少量だったと思います。まあ、一番綺麗な状態がいいという方はですねレッドストックおすすめになってます。まあ、一応中の状態も確認してみましょう。あ、綺麗綺麗、めっちゃ綺麗。これですね結構やっぱ裏地がコーティングが剥がれたりとかしてこう劣化してるものもあったりするんですけど、これは全然綺麗ですね。うん、匂いも気になりません。おすすめです。はい、続いてこちらです。じゃん、はい、これ非常に綺麗ですね。サイズは 120L とちょっと大きめですが、はい、こちらです。フランス軍の M64 パーカーですね。まあ、ちょうど今日ぐらいの気温にぴったりなコートだと思います。まあ、これはですねおそらくデッドストック、まあ、他にも今回ですねデッドストックユーズドが、半分半分入ってきております。サイズはというと 108C と、まあ、いろいろあるみたいですね。まあ、実際にこれフランスに行って感じたんですけど、まあ、M47 は当然もう少なくなってきてはいるんですけど、この64に関してもですね特に64パーカー64パンツっていうものはですねなかなか出てこない印象でした。まあ、これに関しても見つかり次第仕入れていきたいとは思っているんですけど、まあこの来年の冬に向けてですね1枚持っておいて損はないアイテムだと思います。でこちらですね、デッドストックと、はい、こちらにも結構まとまった数量ありますね。ユーズドコンディションも入荷しております。はい、今回ですねフランスと同時にイタリアも入っていて、
まあ、こちらですね、スタッフの方に同時にちょっと検品も進めてもらってます。買い付けたやつがいくつか見つかったので持ってきたいと思います。まずこちら新品ですが、はい、これスイス軍のハーフジップのセーター、非常に肉厚で、まあ、デッドストックということで質感かなり良さそうです。あったかそう、サイズもいい感じです。さらにこれ、ここにある通りですね、これ前回の買い付けの時の動画でもご紹介したんですけど、なんとこれイタリアのヴィンテージのデッドストックのベースボールキャップ、ブラックとブルーの2色展開です。これですね、まあ、中村もですね、この動画で愛用していたこともあって非常に形もいいレトロなベースボールキャップになっております。はい、こちらですね、新品の箱入りで入っております。中身はというと、はい、当店でもご好評いただいているイタリアのオフィサーシューズでございます。サイズはちっちゃめかな、まあ、いくつか入ってるので、これですね、すでに商品ページもありますので検品が終わり次第参入化予定となっています。はい、続いてこちら、これはですね、イタリアで買い付けたアイテムですね。はい、イタリア空軍だったかな、はい、イタリアのコンバットジャケット。結構このイタリア軍はですね、こういうクロスのパッチがデザイン特徴になってます。普通に一重仕立てのフィールドジャケットですね。販売は別々なんですけど、はい、このようにですね、上下で同素材のアイテムで入荷しております。はい、これですね、袋入りのデッドストックなんですけど、ちょっと面白い発見です。この見えます OP って、あのサーフブランドのオーシャンパシフィックなんですけど、このエスタブリッシュドイン1972オーシャンパシフィックということで、1972年創業のサーフブランドのオーシャンパシフィックが作ったミリタリーウェアということで、気になりますね、開けていきたいと思います。はい、中身はというとこんな感じ、ちょっと広げてみましょうか。はい、これもパンツとセット、このイタリアコンバットパンツとコンバットジャケットということで、はい、まあ、イタリアらしいウエストがシェイプされた特徴的なですね、コンバットジャケットで、さらに同素材のコンバットパンツとオーシャンパシフィック製のミリタリーウェアセットアップで入荷しております。はい、またフランス戻ってきました。まずはこちら、じゃんと、これも袋入りデッドストックでございます。はい、こちら、まあ、見ての通り、まあ、フランスのですね、トレーニングジャージでございます。ちょっと開けてみましょうか。はい、こちらかなりレトロな感じのこの切り返しとパイピング、そしてこのフリースのセットアップでもおなじみのこのフランスの刺繍ですね、こちらが入ったジップアップの、はい、シンプルなトレーニングジャージでございます。まあ、昨今古着ブームというかで、まあ、こういうようなレトロなジャージですね、若い子とか結構着てる方よく見かけます。で、裏に関してはですね、このように肝がかかった素材になっているので、まあ、ちょうど本当今の時期にはインナーに、まあ、春だったらですね、1枚で着られるアイテムだと思います。で、こちらとこのネイビーですね、赤いパイピングが入ったこのようなシンプルなジャージのボトムス、まあ、本当それぞれ別々で着てもいいですし、まあ、このようにセットアップで着ても非常におしゃれだと思います。おすすめです。そしてこちら、続いてはですね、これも見覚えがあります。じゃーん、はい、靴下です。オリーブとこのブラックの切り返しのツートンの靴下、まあ、まさにこれ紙タグがあるようにデッドストックです。で、この何の変哲もない靴下なんですが、まあ、一応ミリタリーものということで、まあ、このブーツソックス、結構肉厚なソックスですね。で、ここ土踏まずの部分にはアーチサポートがついておったりとか、まあ、ここですね、まあ、こういうちょっとよく曲げ伸ばしがある部分だったりとかに編み地が変わってたりとか、結構機能的なソックスになっています。で、これですね、素材が面白いんですよ。このように、ポリエステルがメインなんですけど、銀の糸が配合されているということで、こう消臭効果にも優れているということで、まあ、実際に履いてみてこう汗をかいたりとか、こう長時間ですね、ブーツを履くシーンでもこう匂わないというような機能的なソックスになっています。まあ、これ結構入ってきますね。はい、こんな感じで全部デッドストックで入荷しております。そしてさらに、はい、こちら、まあ、これはですね、先日の海外入荷でもご紹介したこうフリースのトレーニングセットアップ、まあ、先ほどのジャージがですね、まあ、春仕様ということであれば、まあ、こちらはですね、こう厳冬期、冬場ですね、冬場に着られるこういうツートーンのジャージセットアップになってます。まあ、これ非常に肉厚なんで、
かなりあったかいと思います。まあ、本当真冬のトレーニングウェアとして、まあ、上下でですね、まあ、部屋で着たりとかちょっとしたお出かけとかにも非常にいいと思います。これ結構うちのスタッフもですね愛用者多いんですよ。最近はですね結構出回らなくなってきてしまっているので、まあ、これいずれは結構手に入らなくなるような、レアなアイテムになるんじゃないかなって予想しています。はい、続いてはこちらです。この箱丸々こちらですね、パンタロンって書いてあるのでパンツですね。これの1990年に生産されたアイテムです。中身はというとじゃーんとデッドストックのこちらフランス軍のトラウザーですね。まあ、フランス軍といえば M52 のチノが人気だと思うんですけど、まあ、それもですね、まあ、ウールの素材であったりとか、ツールの素材だったりとかああいったようなタックの入ったトラウザーは結構人気だと思います。まあ、その中では比較的こう年代としては新しいものになるとは思うんですけど、まあ、こちらですねデッドストックの結構薄手でシャリ感のあるどちらかというとこうトロピカルとか結構暑い地域で履けるような素材感のトラウザーになっております。まあ、仕様としましては、まあ、このようにホックの前中心でジップアップのジップフライ、そしてこのスラックスらしいですねこういったウエストのですね滑り止めのこういったゴムの加工もしっかり入っております。まあ、結構夏場にはよく使えるんじゃないですかね、こういった爽やかな薄手のカラーのベージュのパンツです。でこれですね裾に関しては未処理なんですけど、こうトラウザー結構ですね裾かかとの部分にこういうようなですね補強のテープがついているんですけど、こちらですねこれもすべてホッチキス止めなんですけど付属しております。ですのでこれは各自好きな丈に竹詰めをした後にこのテープを貼るみたいな感じで支給されていたものだと予想されます。完全にここら辺も箱未開封のデッドストックということでならではだと思います。はい、先ほどのこのパンタロン、こちらもですねパンタロンになってます。結構入ってますね。そしてこちらむき出しのままですが、なんと椅子も入荷しております。まあ、少量ですけどね。はい、これ見覚えある方いたらワイパーの YouTube マニアだとお見受けします。こちらですねワイパーラジオでよく、座っている椅子になります。フランス軍の実物の椅子なんですよ。まあ、こういう木製のものにこのオレンジが印象的なんですけど、まあ、こういうような感じで結構座り心地いいんですよね。これ本当インテリアだったりとか、まあ、外で使うのでもいいんですけど、まあ、こういうような折りたたみの椅子でこんな感じで持ち運べるので非常に、まあ、実物のチェアを探している方にはですねうってつけのアイテムだと思います。これが今回よいしょ4脚ですね、4脚入ってます。これはですね結構現地でいいなって言ってたやつなんですよ。はい、フランス軍のコートに装着するウールのライナーですね。ライナー単体になります。ベスト、はい、こういった感じです。でこれはですね結構フランスの蚤の市週末にですね行ったんですけど、そこで結構女性がですねこれをおしゃれに羽織ってるっていうようなのを見かけて、あこれ普通に単体でも使えるじゃんと思って、まあ、このコートのですねベンツに合わせてこういうような特徴的な形に区切られてるんですけど、まあ、普通にこれを1枚で着るのも案外面白いんじゃないかなと思います。質感の良いウール素材のライナーですね、コートのライナーになります。はい、そしてですねこちら、これは結構個人的に気になっていたアイテムです。よいしょ、はい、はい、こちらですね 112C って書いてあるんですけど、パーカートラベイルコンバットで、このヘリンボーンのですね生地が特徴になってます。そしてこのイボイボのボタンですね、これフランスのこのエアフォースのパンツで使われているディテールなんですけど、それのですねパーカーになります。フランスエアフォースパーカーですね。まあ、結構 M64 パーカーに近いかなといった感じで、まあ、取り外し式のこういったボアのライナーがつくヘビーな重量のコートになります。これいいですね。まあ、デッドストックコンディションで、はい、フロントはですねこのようにゴツめのビソンジップがついて、フルのパーカーのファイルのライナーが装着されます。うん、これかっこいいですね。おすすめになってます。はい、これですねこちら先ほどイタリアのセットアップオリーバーだと思うんですけど、続いてはですねこちらグレーです。かっこいいですね。グレーのフィールドジャケット、コンバットジャケットです。でこの肩のデザインとかですねイタリア軍かなって思ったんですけど、どうやらですねスウェーデンの森林警備隊のジャケット、さらにこちらパンツとなっております。はい、このパンツもですねここら辺裾のデザインとか
これなんか見覚えありますよね。 M90 のスウェーデンのパンツに近いようなディテールになってます。このパンツめちゃくちゃかっこいいですね。まあ、裾が絞ってあって M90 のパンツのようなデザインで、かつフラップ付きのポケット、背面もですねバックポケットが付いていて、機能的かつこのグレーっていうものが結構この都会的というか、あんまりミリタリーしてないんですけど、こういったミリタリーデザインのパンツということで、これかなりかっこいいですね。まあ、生地も比較的ちょうどいいぐらいの厚みなので、まあ、通年通して履けるデザインだと思います。おすすめです。はい、続いてはこちら、この縦長の入ってるこの箱はですね、こちらも書いてある通りドイツ軍の実物の箱になってます。はい、中身はこちらです。ここにドイツ語で書いてあるんですが、はい、ホーズジェネセンデ、ちょっとわかんないですけど、はい、ポリエステルバームウォークなんていうか分かりませんが、はい、パステルブルーと書いてあるので、こちらですね、ドイツ軍のこの、ホスピタル系のアイテムかな、はい、ジャケットとパンツになっております。まあ、これうちでもですね黒染めだったりとかあったりするんですけど、はい、こういうようなベルトがついたイージーパンツ、まあ、ポリエステルボディのこの薄いブルーというものが結構爽やかに、まあ、夏場とか気軽に着れるんじゃないかなと思います。そして同様にこのカバーオールタイプですね、はい、パッチポケットがついたシンプルなボタン留めのジャケットです。まあ、これはまあこのブルーもいいんですけど、もしこれカラーに染めれるんだったら、もう春先に着られる薄手のジャケットセットアップとしていいかもしれないですね。はい、ということで、フランスイタリアの荷物ですね、まあ、これでやっと半分ぐらいっていったところですかね。今回新商品かなりアイテム数多いので、この動画を前編として、後編次回ですねお届けしたいと思います。後編はですね中村さんも先ほど到着したので、はい、そう、あの遅れて合流して今から他弁ご飯を食べようとしてますね。はい、あの自転車で来たんですよ。完全に間違えましたね。鈴木が近いよ、チャリで来れますよって言うから来たんですけど、もう全然チャリの距離じゃないですこれ。ということで、次回はですねフランスイタリアのアイテム残り開封していきたいと思います。それではバイバーイ。でどんだけくくられとるね。水色めちゃイケの岡村さんみたいな。どうしたんすか、らしくないじゃないですか。、はい、例えが、はい。